フル剛は日本のゲームクリエイター、セガ所属。フリーでゲームのシナリオ、演出を手掛けた後、2005年にチュンソフトに入社。3年 B 組、金八先生伝説の教団に立て、意味引き層、428封鎖された渋谷芸に脚本、またはスクリプト演出として携わる。実写作品である428では、 スクリプト演出の他に撮影現場版で記録を担当した。その後、スパイクチューンソフトからセガに移籍し、2011年にリリースされた竜ガごとくオブザエンド以降、竜ガごとくシリーズをはじめとした竜ガごとく、スタジオの制作タイトルに脚本及び演出スタッフとして参加している。2018年のジャジアイズ死神の遺言ではメインストーリー脚本を担当した。 総合監督の名古屋みのるようは、同作では、緻密なドラマ作りという意味でも、龍河ごとくレいちいの場所の脚本を担当した古田が、どうしても必要だったと、インタビューで答えている。古田について、ジャッジアイズディレクターの吉田浩二は、皆さんは、脚本家としてしか見ていないかもしれないんですけども、いわゆる映像の作家なので、シーンのカット割りとかモーションの芝居に対する演出とか、 彼自身が全部できるんですねと語っている。ありがとうございます。